Japanese businessman Yobukazu Yuzawa is the executive vice president of Meiji Dairies Company Limited, a newly opened factory in North China's Tianjin municipality. He said that he has been impressed by the speed of China's development as well as the huge growth opportunities that China offers to the world.まあ、私自身が中国に携わったの事業に携わったのは2005年からになります。で、その時に関しましては中国に来て、で、当時日本で売られていたフルーツヨーグルトの果肉、こういったものの加工を中国で実施していたので、で、まあ、これから、ね、発展していくんだろうなっていうのをその当時思っていました。でそれでですね、今現在の部分の方に関してはやはりですね、その当時思った通りですね、非常に大きな発展をしているなというふうに思って、改めてその中国のですね、力だっていうんですかね、その潜在能力の高さという部分に関しては、非常に、まあ、簡単な思いを持っています。 In 2020,Yuzawa was dispatched to Tianjin by the company to prepare for the construction of a new factory there. With a total investment of 705 million yuan, the factory is now put into operation with main products like milk and yogurt.特にですね、まあ、IT 技術というんですかね、そういった情報システム、関係のその技能、技術レベルというのは、非常に世界的に見ても高い水準にあるんじゃないかなというふうに考えています。今回ですね、冷蔵庫、製品の冷蔵庫の中に、まあ、AGV というですね、設備を入れてるんですけれども、こちらの方に関しましては、やはりですね、中国の、設備メーカーさんの方が非常に、まあ、比較的安価でですね、とても良い商品、を、作っていたということが分かりましたので、導入をさせてもらった次第です。